ハロー YouTube どうも、どなぎやもずです。昨日のね、あの、任天堂の公式発表で、今年、モモテツワールドがね、スイッチで発売されるらしいんですよ。で、これ何かっていうと、あの、大人気ゲームシリーズ、モモタロー電鉄の全世界バージョンなんですよね。あの、数年前にね、スイッチで日本バージョンがねあの、出てるんですけど、それが全世界に広がるということで、僕はね、あの、こうチリとか、 あの歴史とか大好きなんで世界史大好きなんでめっちゃ楽しみです。というわけでねまあ公式でねいくつか発表されてるのもあるのかもしれないんですけど「桃鉄ワールドで」で是非登場してほしい物件駅とあのそこでね売られている物件っていうのをね、まあ、僕が考えたんでね発表しようと思います。 まあ全部でね、あの、めっちゃあるんですけど、全部紹介しててもあれなんで、まあ、4つに厳選してね、あの、僕が考える出てきてほしい物件と物件駅を紹介します。まず一つは、ピョンヤンですね。はい。まあみんな大好きピョンヤン。ピョンヤン駅はね、ぜひとも登場してほしいかな。で、そこで売られている物件はね、あの、これですね。あのミサイル研究施設10億円。でチュチェ思想等10億円。 でモランボン楽団劇場20億円、キム・イルソン広場20億、キム・イルソンスタジアム50億と、まあ、こんぐらいがいいんですかね、うん、ミサイル研究施設はもちろんあると思うし、まあ、ピョンヤンといえばチュチェ思想の、ね、塔があります。あとねあの、モランボン楽団ね、みんな大好きモランボン楽団、あの一昔前の、ね、日本の歌謡曲みたいでね、まあ、めちゃめちゃかっこいい NK ポップが、ね、あの弾けるんでね、YouTube とかでもね検索してみてください。 僕が一番好きなモランボン楽団の曲は「社会主義前進歌という曲ですね。あの社会主義行くぞっていうね、全身全身。この強国をさらに強くすんだっていう、あの将軍様の、ね、強き思いが表れている素晴らしい曲なんでね、ぜひ聴いてみてください。はい、でキム・イルソン・スタジアムとかね、一度見に行ってみたいよね、あのサッカー。 ね、あの僕がねあの、ピョンヤンに行けるとすれば、まあ、一番現実的なのがあの、ワールドカップの最終予選とかで、日本が北朝鮮と対戦する時のアウェー戦を見に行くっていうのがね、g、まあ、生の目標でもあるんですけど、まあ、キム・イルソン・スタジアムね、あの前回、日本が北朝鮮代表と対戦した時はね、あの負けているので、ねあの、次回対戦する時は、ぜひね、日本、頑張ってほしいです、はいで。次はですね、カブール、うん、アフガニスタンの首都、カブールですね。 はい、あの一昨年あたりに、ね、あのタリバン政権がです、ね、あのアフガニスタンイスムラム共和国を、ね、あの打倒しましてあの米軍が脱退した時期と米軍が、ね、あの退却した時期と、ね、そう今日同じくして、ね、タリバンが、ね、再びアフガニスタンに政権を樹立しましたね、まあ、国際的には、ね、全く認められていないんですけれども、まあ、カブール駅というのもぜ、ね、ひとも実装してほしいなという,ふうに思いますね。であのカブール駅に ある、えー、物件はですね、まあ多分これじゃないかなと。うん、えー。消し畑1000万円。これが4つですね。はい。あのですね、あのー、全世界におけるアヘン、あのアヘン麻薬ね、あのー、アヘンの総生産の97%ぐらいをですね、あのアフガニスタンが占めているという麻薬大国なんですよ、アフガニスタンっていうのは。まあアヘンだけでなくヘロインもね、あのー、同じく9割以上占めているんで、まあアフガニスタン、 ね、あの産業麻薬なんですよね、あの普通に、うん、大麻薬大国なんですよ、アフガニスタンっていうのは。まあ、だから、消し畑が、ね、あの売られるんじゃないかなというふうに思います。はい、で次,次はですね北センチネル島、うん、北センチネル島駅ね、ねぜひ作ってほしいですね、あのインドの、ね、アンダマン諸島にある、えー、北センチネル島、うん、ここにはですね人口がおそらく40人程度と推測されているんですけれども、 まあ,あのまだ文明に接してない非接触部族が住んでいて、全世界で唯一旧石器時代のね生活を送っているんですね。うん。で接近する人はねあのみんな皆殺しにするという。 例えば2004年のスマトラ沖地震なんかがあったときにあのインドネシアの,ねあの救助隊みたいなのがあの巡回しにねヘリコプターで行ったらあの弓矢が飛んできてあのヘリコプターに弓矢が刺さった状態で帰ってきたとかあと数年前はねあのアメリカ人の宣教師がですねあの無謀にもこの北センチネル島にキリスト教を伝えようとしたところあの殺害されてしまったりとかまあそう非常にねあの世界で一番恐ろしい島なんですけれどもぜひとも登場してほしいですね。 えば売ってる物件といえば、ねまあ、森林1000万円、まあ、これぐらいかな、これが4つ、うん。何もないから、本当に何もないから、一応、海岸にはです、ね、あの打ち捨てられたあの寮,寮に使う何かとか、まあ、あとは森林の中には弓矢とかあるのかもしれないけど、とりあえず森林かなと。はい、で、えー、最後の一つは、これですね、国後島、うん、国後島駅はぜ、ね、ひとも実装してほしいですね。はいあの 日本とねロシアが争っている、えー、北方領土のうちのね一番北海道に近い島なんですけれども、まあ、ここに売ってる物件はねこれかな、うん。漁業1000万、教会2000万、ムネオハウス5000万、リゾート施設ってる、えー、5000万と。まあねあのクナ島、まあクナ島よりもあのエトロフトの方が高いとはいるんだけども、まあぜひねあの物件であのムネオハウスをねあのー、作ってほしいので。 あの鈴木宗男議員がねあの作った日本とロシアの交流の家、宗男ハウス、うん、あとねあのリゾートホテルもねあのこれどっちかといったらエトロフ島の方があるらしいんだけどもうねね普通にに観光地ななってるらしいんんですよ、うん、なんか、ね、あの本当は日本人行っちゃいけないっていうか行かないでねって日本の外務省が言ってるのにもかかわらずロシア側から入国してる日本人とかいるみたいで結構泊まったりしてるらしいんですよね。うん まあそんな感じかなギリシアの正教会とかあったりとか、あとまあは避け、はあ、まあ、漁は鮭。まあ、こんな感じですかね。まあ、全然栄えてないらしいので、早く日本に返還してくれた方がね、あのもっと発展するのになというふうに思います。はい。というわけで、まあ、とりあえずこの4つの物件駅をね、ぜひとも桃鉄で実装してほしいなというふうに思ったんでね、あのぜひ、ナミさん、ご検討お願いしますと、はい。以上です。